おはようございます。令和5年5月5日、男の子の設定でございます。金曜日、さすがにこんな日にお構いの日はできませんよね。先日で終わりにしました。楽ちんファミリー劇場、6時前だよ、全集合。5時4分を回ったところでございます。リズムに乗ってます。皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日もね、明るく元気に気持ちよく未来ママになって手を振り続けたいと思います。5時5分を回ったところでございます。令和5年5月5日5時5分。令和5年5月5日5時5分です。5555、エンゼルナンバーでございます。5時5分だったらもっとね、5時55分だったらもっとしますね。令和5年5時55分。5月5日5時55分。朝日が上がってきました。5時6分の回ったところでございます。おはようございます。本日もね、怒らず恐れず悲しまず、明るく元気に気持ちよく、元気があれば何でもできる、死ぬこと以外担ぎ、生きてるだけで丸儲け。最高の一日を過ごしてください。怒らず恐れず悲しまず、昨日もね、イライラしちゃって、父親に言われてというか、何回言っても分かってもらえなくて。別に喧嘩してないんですけど、私のこのイライラの感情がね、娘にね、映ってしまったって。講師がね、私の講師が娘に飛んでしまって、その講師をキャッチしてしまった娘がね、ワクワクの講師とか、喜びの講師を飛ばしたいと思います。目には見えてないんですけど、人には感情は講師となってね、譲ってしまうので、なるべく優しい気持ちで、楽しい講師を飛ばしたいなと思っております。素粒子の世界です。やっていけるなすがままに。世の中には変えられることと変えられないことがあるということをまず理解することですね。自分以外のものはなかなか変えられないので、自分を磨くこと、魅力を上げていくこと。じゃあ魅力を上げるとはどういうことか。優しくなること、人に寄り添うことですね。わかるわかる。
りそうだよねって同調するのではなく、ああそうなんだ、あそうだったんだよね、あそうだったんだっていう感じが一番いいらしいですね。あわかるよ、そうなったらそうだよねじゃなくて、理解をすること、ああなるほどそんな感じだったんだ、これがいいらしいですね。自分を同調しちゃうのではなく理解をする、なるほどね、そういうこともあったんだ、辛かったんだ、そっちですね。ああ、わかるわかる、それって辛いよね、私もそう思うよ、じゃなくてね、ああ、なるほどな、そんなことがあって、そういう、ああ、なるほど。ああ、その時そういう感じだったのね、っていう、寄り添いが必要だったよ、ということを学びました。人生は素敵にやるゲームです。一緒に素敵になっていきましょう。学んで。良い一日を過ごしてください。本日も楽天TVをご覧いただきまして誠にありがとうございます。最高、絶好調。